なんかニュースをね見てると、総理が、またね変わるっていうのをやっていたりね、ワクチンにはもっと打つべきだっていうのをやっていたりね、パラリンピックのね閉会式が良かったとかどうとかってねそんなんで、まあテレビはまあ見ないって言ってもね、あればつけたりして、見ては文句を言うっていう、感じでね、じゃあつけなきゃいいじゃん見なきゃいいじゃんって思うけど、まあ僕は多分一番豆彦の中でテレビを見てんじゃないですかね。テレビ自体は嫌いじゃないから、見てもこんなありえないとか文句ばっかり、言ってるっていう、まあその辺が中年親父なのかもしれないね。やっぱりテレビをつけるっていうのがなんか習慣化しちゃってるから、ちっちゃい時から。だからなんかこうあんなもの見ない、おかしいとか言ってるくせにつけるっていう。だからもうイライラしちゃう。今日さっきもなんだっけな、ブレイクスルー感染が止まらないとかね、なんだっけ、2回ワクチンを打ってもうさらに感染する人がいる。だからまあだからとても怖いんだっていうことは煽ってんだけど、これ2回打って重症化で、またなんか重症化するを防いでるだけで感染はどうだろうとかってね、また解釈と意義をまあまあずっと言ってるんだけど、これおかしいよね。だってってことは聞かないってことじゃんみたいなことだけど、そうは言わないっていうね。もうまあもっと強烈、すごい言い方だよね。だから何、掃除機かなんか売って、この掃除機はすごい吸引力だって言って売ったもののね、でこの掃除機で、部屋を掃除しないと部屋はもうとってもバイ菌とホコリだらけで大変だって言っといて、まあ買わせといてね、全然吸えないんですけどって言ったら、いやそれも吸えない、それだけ部屋が汚れてるっていうことですねみたいな、そういうことだっけ、だからもう一台買ってもう一台買ってくださいとか、もっと強力な掃除機を使ってくださいみたいなね、それって詐欺じゃんみたいなことでも、大きい声で平然と言えばね、それは詐欺にはならないというか、まあそれでも買う人がいる、まあそれも半ば命がけだったりするっていうんだから、すごいよねとは思ったり、まあしたりします。はい、それでは今日のお題は、騙してもまだまだ騙せる日本人。これはね、ある本の、まあ、タイトルなんです。まあ本の、まあ、本のタイトルでありながら、この騙してもまだまだ騙せる日本人っていう、まあ、本があるんですよ。まあ、これはね、旧栄冠さんっていう方がもう亡くなられてね、台湾と日本を行き来してた、まあ日本人じゃない台湾人、まあ中国人台湾人、まあまあそういういろんな香港とかね、その辺をそういうことを行ったり来てたしてた人で、ほぼ日でね伊藤さんと対談なんかも、されてたようですけど、この Q さんの書いた本の中にこの騙してもまだまだ騙せる日本人っていうのがあって、でその本をまあもう随分前ですけど ね読んで面白いなと思って読んでたわけね。で1990年代の本ですよ。2000年よりももっと前の本だ、相当昔、今からすると20年以上前だから、まあ今この本を読んだっていう人はね、私読んだわっていう人はまあきっといないだろうし、まあ若い子なんかも当然ね
読んでないと思うんだけど、この中に書いてる、まあ、騙しても騙しても、まだまだ騙せる日本人っていうのは、これ上海にいた日本人の川柳らしいんだけど、この本がね、ちょっと最近また読み返してみたんだけど、まあ、まあっていうかまあ面白いんですよ。まあ、でその本をちょっと今日紹介しようと思うんですけど、中国人はとても友達を大事にする習性がある、中国人はたとえ飛行機の中で偶然隣の席に座って知り合いになった人でも、名刺を交換して連絡ができるようになると初中お見舞いやクリスマスカードをくれるようになる、それも一回きりではなく、こちらが何の返事をしなくても辛抱強く、時効の挨拶状を何回でも送ってくれるから、なんとなく昔から付き合ってる友人のような気になる、そういう関係から始まってついに親しい友人になったり、逆に仕事のことで接触するようになって、それからだんだん親しくなって、やがて家族ぐるみの付き合いまでするようになる例も少なくない、しかし一般に中国人の友人は日本人に比べて根っからの親切で、かつ礼儀正しいという印象を受けている日本人は大いに違いないが、それは利害関係のない場合に限られていて、一旦利害が相反するようになると思わず目を向くような光景にしばしばぶつかる、っていうふうに書いてるんですよ。これはまあ僕も数少ないね、中国人との付き合いとか、中国に行った印象とか、まあ、日本のさっき言ったように、まあ、日本の報道なんか見ると、まあ中国人っていうのはもうえげつなくてとか、中国っていうのはねっていう、まあちょっと中国が悪いっていう、印象をね持たせてるけど、僕はこの本をもう何十年も前に読んで、なるほどって、日本人の方がとかく親切なような印象をね植え付けられているけれど、まあ、中国人の方がとてもね、筆まめで、律儀に、友達を大事にする、しかし利害関係が絡んでくると、それはそうではないっていうようなことが、まあ、書いてあるわけですね。ちょっと先を読みます。金のためなら約束も義理も公徳心も忘れてしまうような人間的な弱点に中国人は事欠かない。それでも中国人の社会がちゃんと成り立っているのは、中国人が自分たちがそういう国民性を持っているということを熟知していて、お互いにトラブルが起きないように予防線を張って対処しているからである。例えば中国人は口約束だけで行動したり契約したりしない。売買なら手付金をもらわなければ商取引が成立したとは思わないし、賃貸借契約なら担保か保証金をもらわなければ契約が成立したとは見なさない。お金のやり取りには慎重で、その結果が親しい関係をぶち壊すことにならないように気を配る。人間関係を重視するからお金のやり取りに神経を使う。そういう家族や友人関係に細かく気を配る中国人が、こと公共とか社会のことになると全く関心を示さないって書いてるんですね。このまあ中国人は口約束だけで行動したりしない、とにかく担保を取ったりするんだ、まあ、これは日本人、まあ僕はよく日本人はお花畑だって、お花畑の人だらけだって思ったりするのはね、なんて言うんだろう、人、まあ、性善説といえば性善説なんだけれど、人間がどう行動するかっていうことについて頓着がない、どちらかというとそういうことに対して、策を打たないで、まあ、相手を信用し、まあ、それが、まあ、保護に、そご、まあまあなしになるとね、それは相手が悪いんだっていうような考え方をする人が多い気がするんだよね。でもここに書いてあるように、まあ人間関係を、親しい人間関係をぶち壊さないように気を配って、
だからまあ契約書もしくは、担保を取る、保証金を取るというような形で人間関係を大事にする。日本人はその人間関係が大事なんだから、逆にそんなものは相手を信用しないと思われるんじゃないかっていうことで、無防備に関係を築こうとするっていうことがまあここに書かれてるわけですね。先に行きます。中国人は一般に自分たちの政府に強い不信感を抱いているが、それは政府が悪いわけではない。政府で働いている人たちも自分たちと同じように利己的で高徳心のない人たちであり、そういう人たちが人民のためまた社会のために私利私欲ない奉仕をしてくれるわけがないと確信しているからだ。しかも向こうは権力を持っていて、こちらは支配される側だから、触らぬ神にたたりなしで政治に全く関心がないようなふりをしなければ、身の安全が保てないことを本能的に知っている。まあそうですね。したがって中国人は公開の場面で政治については発言をしないし、どうしても発言しなければならないような場合でも為政者を怒らせないように当たり障りのないことを喋ってお茶を濁すのが普通です。だからといって中国人が政治に無関心だと思ったら、これまた中国人の精神構造を理解しない誤った判断に陥ってしまう。何千年という歴史の中で中国人ほど政府に批判的な国民はいないし、相手に聞こえないところでは政府のお偉方をはじめ自分たちの上司についてもクソみそに悪口を言う。しかしどっかで止めておかないと身に危険が及ぶのを知っているから、人の前では政府の提灯を持ち、政府の慰霊が隅々まで届いているような格好をしてみせる。その代わり実際にやることは、どうやって政府の裏をかき、どうやって法律の網の目をくぐり抜けるかということばかりだから、中国の政治が難しいのは人民の方にも責任があるというより他ない。歴史が長く文化水準が高かった分だけ、中国人は統治のしにくい、扱いにくい国民である。まただからこそ権力を握った支配階級は人民に有無を言わさず強権を持って臨むことになってしまう。内心では政治に大きな関心を持つが、そのままではいつまでたっても堂々巡りで近代化への戸口にはたどり着けない。統治される側の人間は嫌気がさして外国へ逃げ出してしまう。まあこれはもう何十年も前の本ですけど、まあここまで読んでもね、まあ中国の歴史というのは、まあモンゴル、今はまあ漢民族で中華人民共和国っていう、まあ共産党国家なわけですね。ただ共産党国家であるというよりも前に中国は中国なんだよね。ものすごい長い歴史の中で、いろんな民族が入り乱れて、その、まあ、戦争というかね、内紛というか、それだけ、大陸が広いからね、食べ物に困るっていうようなことがあったり、ということで、まあ、三国志なんかを読まないまでも中国っていうのはものすごくいろんな、歴史があると。でまあそれはね、中華料理もそうだけれど、とてもその頭がいいというかね、ものすごくこう文化が発達しているよね。でまあ中国と日本とでどっちが文化が発達してるかなんていうことは、まあ言わずもがな中国の方がね、まあしたたかなわけですよ。日本はそれだけまあ島国なので恵まれている、まあその自分たちの国が統治されるなんていうことを、経験したこともないし、まあこれまた不思議でね、どうして韓国っていうのは、韓国、まあ朝鮮半島っていうのは大陸の一番端っこなので、どうしてもね、地政学的に見ても、中国におもねる、まあその海を渡った日本にもまあいい顔をする、まあ今だったらアメリカにいい顔する、まあ北朝鮮や何かを見てもね、中国や、ロシアにいい顔をするっていうのは地政学的に仕方ないと思うんだよね。
それをその海を渡った先の日本があいつら日和見主義だみたいなことを言ってもね、あのいいとか悪いっていうより歴史的に見ても地政学的に見てもしかそういうふうに生きざるを得ない。でそういう意味では今の中国も大陸を生き抜いてるっていうのはね、国境線もない中で常に国境線が動く、わけで、僕ら日本人っていうのは海っていう形で国境線が動くってことの経験がまあほぼほぼないよね。まあ沖縄だとか北方領土だとかっていうことはあったにしても、国境線が動くっていう経験を持たない、まあ、だから温暖あおそう穏やかでね、逆にその穏やかであるっていうことがとても冷たいっていう、国民性になってるんではないかと僕なんか思うんですね。で、さっきの文章の中にも、まあ政府に対して中国は、クソミソ言うとそのことでね自分がこうしばかれるっていうことがあるから、表向きではヘラヘラ言うこと聞いてるようなふりをするけれど、裏ではね常に、その政府の裏を書いてどうやって法律の網の目をくぐり抜けるかっていうことを、考えている、ここがね、まあこの本の中でも示されている騙しても騙しても、まだまだ騙せる日本人っていう、つまり日本っていう国、まあ、今のコロナのことなんかをね、まあ、に限らないけれど、上の人はよくやってくれるだろう、政府は間違っていないだろう、私たちのことをきちっと見てくれるような人だろうっていうことが、まあ、日本の、まあ、政治および、まあ、教育ありとあらゆるところにまあはびこってるわけですね。でそれはもちろんそう、日本人が素晴らしいリーダー素晴らしい政治家なんかがいればね、もちろんそのことはとてもいいんだけれど、ひとたび上が間違っていたらこれはもう目も当てられないってことに、まあ、なるわけね。まあ、だから上の人たちにきちっとした教育をすべきだっていうことはもちろんそうなんだけれど、まあ隣の中国なんかを見ても人間というのはそういうものなのかと。でましてやこのグローバル時代になって日本はねアメリカや中国何かとまあ対等にまあ少なくとも四つに組んで仕事をしたり政治を行ったりしているわけで、この中でね、まあ何でも上から言われてることはまあその通りなんじゃないのっていう形で、まあまあ穏便に穏便にってやってることがね、果たしていいのかっていうふうには思うね。まあ少なくとも僕はこれを十何年前に読んだ時に、これはそうだなと。ことこの Q さんがね中国と日本と、を行ったり来たりしてる中で、まあ中国人っていうのはそういうもので、まあその後台湾についても随分いろいろ書いてるんだけれど、そのね自分の近く自分と似たような顔を持っている中国とか、台湾、まあ、韓国朝鮮、の人たちと渡り歩いていく中で、ただのお人よしでいいのかっていうことはすごく思いますね。まあこの続きはまた明日やりますけど、まあだからといってね、よしじゃあ明日から政府のことを疑ってみようっていう風ではないんだけれど、僕が今思っているのは中国に学ぶことがとても多い。政治もダメ何もダメって言ってる中で、近しい人たち、近しい血縁っていう小さなコミュニティの中だけはよく生きる。だから逆に言うと
顔の知ってる人たちだけで利己的に生きるってことなんだけれど、利己的に生きてはダメだ、利他的に生きなくてはダメだというのを拡大解釈して誰にでも親切にする。その代わり、まあ近しい人にはあまりね、冷たいっていう日本人のことよりは、友達を、親しくなった友達にはとても親切にして、その中だけで情報を共有して生きていくっていうことに、とても学ぶべきことがあるんではないかとも思いますし、僕自身も、そういうような生き方をこれからはしなくてはいけないなということを強く感じている今日この頃であります。